この歌がもしかしたら宮ラジでは本邦 初公開になるかとも思います。下疲れの歌なんですけども、今年食べました？私も食べましたね。下疲れ大大大好き。ご飯代わりに下疲れってもう一食それで OK、まあ、結構ね大量にもらったりすると一日中食べてますね。私がよくもらう下疲れはお豆が入ってるんですよ。その豆がねこう柔らかくなくてね、結構ね落花生なピーナッツっていうんですか、落花生を入れるのでもうこう歯ごたえがありまして、ポキ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 じゃないな、カク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 食べる、うん、それもおかしいな、でもこうしっとりした下疲れの中にそのピーナッツが入っているとね、すっごいおつまみにもいいですしね、美味しいんですけども、まあ今年私もね 4,5 種類はいただいたでしょうかね。そして今年下疲れをお作りになった方も私の周りでは多かったんですよね。でそのお作りになった方の中に安倍早苗さんっていう朗読家の方がいらっしゃるんですけれども、安倍早苗さんも下疲れをお作りになった、そしてお作りになったところへなんかその自分のね、まあ朗読家とかこの芸術家っていうのはすごいですね、同じ下疲れを作るのでもそこになんかこう詩を作ってしまう、そしてその作った詩を見た同じ宇都宮在住の鶴田春さんが、おこれはいい歌詞だぞって言ってそこにメロディーをつけてしまうという、メロディーをつけてしまっただけではなくて、おやこれはちょっとブルースにしたらいいんじゃないかっていうことで、鶴田春さんが春ブルースとベルベット90、これ90って読むんでしょうかね、ギターの人とメロディーを作り、ところがねこれこんな時期でしょ、みんなで集まってあーでもないこうでもない、これクラスターできちゃいますからね、したわけじゃないらしいんですよ。なんと神奈川に在住しているギタリストのミッドナイトさんとまずはこのメロディーを作り、そこに東京在住のマシオさんっていう方がピアノを入れ、そこにまたまた東京在住の、H 後藤さんっていう方のベースが入り、でそのできたところにボーカルを入れるという、今の時代ですよね、こういうことできるんですね、すごいなっていう。ところがねこの鶴田春さん最後に歌をそこに入れたわけだけれども、何度も何度も歌い直して、ところが家の中そこには中学2年生多感な時代の息子さんがいて、ねえ歌ってるこっちが恥ずかしかったなんてことをおっしゃってましたけれども、こんな風に歌ってできるんだな、そしてしかもその歌が栃木県の私たちのとてもよく食べる下疲れの歌、全国に広めたいですね、この下疲れという郷土料理とともに。さて短い曲なんです、お聞き逃しのないように聞いてください。ではお聞きください、鶴田春で下疲れブルース。77.3 宇都宮コミュニティ FM 宮ラジ。